お疲れ様です。どうもお疲れ様です。土曜日ね、うん、お疲れ様でした。はい、今日も土曜日であのポケモンの大会がいつも通りね、大にぎわいで良かったですね。はい、ちょっと最近、はい、あのちょっとずつ人数が増えてきて、あとなんかあのデュエマの時だと見なかった人とかも来るようになって、うんうんうん、はい、そうだね、よろしいかなと。新しいお客さんありがたいです。はい、というところなんですけど、あの、うん、昨日からあのダークオーダー最新弾、はい、あのちょっと炎上したと噂の、おおプチ炎上うん、まあ、僕らにとってはまあそういう感じの、はい、全然、はい、我々はお客さんを選びます。選びます。そう、あのクソ田舎のクソショックですよね。そうそうそう、そういう感じでいいんですけど、はい、で、ダークオーダーは、とりあえず最新弾、お一人様3パックまで、はい、まだあります。はい、まだあります。おかげで、うん、まあ、みんな結構たくさんの人が、たくさんの人かっていうのはあの、まあ、いろんな人がね、ちっちゃい子の人も、うん、いろんな人が買えますよっていう、そう、1日3パックだけ、はい、感じになってますが、うん、ここで今日ですね、なんとこの2箱来ました。やったー、はい、月光と禁断の光、待ちに待った、やっと来ました、うん、やっと来ましたけど、本当に来ただけなんですよ、うんうん、だ本当に全然ない、もうダークオーダーよりないんですよ、うんうん、少なくて1カートンもないんで、うん、あのちょっとあの、まあ、今回あの特別な試みということで、今まではこのダークオーダーを、1人3パックまでっていうことにしてたんですけど、うん、ちょっと明日からあの実験的にダークオーダーとアローラの月光と禁断の光、ちょっと超次元の5じゃまだあるから、あ、それはまだあるからいいよ、はい、うんうん、これはまあ別なんですけど、うんうん、この3種類、この3種類に限っては、この合計で3パックまでお一人様買えますと。組み合わせ自由、はい、どういうことかっていうと、うん、あのじゃあ例えば最新弾3パックくださいって言った人はもうそれでその日はおしまいです、うん、こっちは買えません、うん、っていう人もいれば、じゃあこれそれぞれ1パックずつください、で合計3パックだから買えますよっていうのもいいし、じゃあ月光だけ3パックくださいと、はいはい、いうのもいい、まあ、この組み合わせ自由で、うん、3パックだけお一人様買ってってくださいっていう、そうだね、あのちょっと制度やってみようかなと。はい、あの1人の人が買い占めとかすると困るからね。そうですね、うん、なのでただまあ、ね、これもさ、そのまま置いとくのもなんだけどな、あのだからみんな少なくなっちゃうけど、あの、うん、ちょっとずつ買ってもらいたいなと思いますんで、まあ、そうですね、うん、まあ、ちょっと数が少ないうちはこういう、そうだね、ないかなっていう感じなので、またしばらくどこもない感じだもんね。はい、うん、再販されたとはいえど、まあ、たかが知れてると。はいはい、こういったことをしようかなと思います。明日の開店11時からね、じゃあこれちょっとやらせていただきますんで、はいはい、よろしくお願いします。はい、アローラの月光とあと禁断の光ですね。禁断の光がね、入ったんでね、はい、あの、はい、電話で呼ばないでくださいとか言っといた方がいいですか。電話の問い合わせはちょっとごめんなさい、もうちょっとうん、でも取り置きはできないし、そうです、取り置きはできないのと、あとあの、なんだっけ、パック置いてあるから呼ぶとかはどう。呼ぶってどういうこと。あの、パック1人で3パックしか買えないから、うん、あ、それやだやだやだ、そうだそうだ、うん、友達連れてきて、家族、まあ家族ぐらいはいいや、ちっちゃい子のやつならいいけど、友達たくさん引き連れてきてとかいうのはちょっとうざいな。そうですね、うん、はい、っていう感じなんで、うん、まあ、うんうんうん、その辺は正直モラルの問題なんで、そうだね、僕らがどうこうできるあれじゃないんで、うんうんうん、そうそう、ただ、うん、ただイラッとしたら、あ、そういう子なんだって思うだけではいはいまあ、ということです、はい、はい、じゃあ明日ちょっと楽しみですね。はいはい、じゃあ告知ありがとうございました、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。